詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう。昨日はですね、奥さんの実家の方に、ちょっと遊びに行こうかな、すごい近いんですけれど、行こうかなと思っていたらですね、向こうの妻のお姉さんかなの、そこの、が、先に実家に遊びに行っていて、で、いざ私たちが出発しようとしたらですね、ごめんと、娘が熱を出したから今日はくるのやめといた方がいいよ、ということで、あ、そうかそうか、あ、じゃあちょっと、行かなくて、よかったかなと思っていたらですね、今日の朝、うちの娘が、39度の熱を出してですね、なんということだと。別に、行って、接触したわけでもないのにですね、感染したかのように同じタイミングで発熱して、で、今日は、午前中はドタバタなんですけれども、でもまあなんだかんだですね、コロナでも、なんか溶連菌とかでも RS ウイルスでも何でもなさそうなんで、まあまあ、自分の帰省のタイミングには体調を戻ってくれればいいかなというところです。台風といい、娘の体調といい、いや本当に、予定通りにはいかないことばかりですね、自分も気をつけて頑張りたいと思います。では、早速今日の本題なんですけれども、今日はですねちょっと、まあ、雑談チックな感じにいきたいと思います。テーマはですね、私が毎日いろんな詩吟を吟じられる理由、もしくはですね、詩吟が嫌になった理由、こんな内容でちょっとどっちのテーマにしようか考え中なんですけれども、どっちの内容も今日は、被ってくるんで同じなことを言いたいので、そういう話をしたいと思います。まあそうですね、もし僕が吟を始めて、3年目5年目ぐらいまでだったらですね、この詩吟チャンネルは一体どうやって運用してるんだろうというかですね、この基本的に毎日違う吟を後半に吟じてきているわけなんですけれども、いや自分はこの吟作るだけなのに3ヶ月も半年もかかったのに、なんでこんなにいろいろやれるんだろうとか、思うかもしれません。思わなかったらもう今日の配信は終わりですね。ありがとうございました。なんですけれども、これは詩吟のやはり大きな特徴があります。それはですね、もういくつか吟じてみたらわかると思うんですけれども、詩吟というものはですね、メロディーだけ考えれば8割方同じなんですよ。これを言っちゃおしまいでしょうと言うかもしれないんですけれども、いや僕はこう感じてましたね。本当に8割方同じじゃないかと、もう出だしから、この大百合のところといい、天空の絵盛り上がってですね、最後結句で最後大百合を入れて終わるとかですね、大体の流れというものは本当に同じなんですよ。まあだから多分きっと海外の人が初めて詩吟を聞いたらですね、そんなに違いがわからないんじゃないかと、同じ歌の、2番目なんじゃないかと、うちの方言だと2代目とかって言うんですけど、2代目なんじゃないかとか、そんな風に勘違いするかもしれません。それほどにですね、詩吟というものはメロディーだけ追えばとてもとても似通っています。だからですね、まあさすがに僕も20年ぐらいやってくると、大体の吟の動きというものはまあ頭に入ってくるので、ああこの節調であればこうなのねとか、仮に節調がなかったとしてもですね、節調が教科書に書かれていなかったとしても、ああまあこの詩文の流れなら大体こんなところに大百合が入ってくるかなというのをなんとなく、まあ当たりをつけられるようになってきます。だからですね、僕も教科書を見ながら、ああこれはこういう節調だからこういうつながりでこういう風にやればまあそれっぽくなるかなというのでやってます。なのでまあ僕がやってる吟もですね、だいぶ精度としては、まあ90点とかそれぐらいですね、残りの10点はすごく常に雑みたいな感じになるんですけれども、まあ本当に、詩吟というものは似ています。だからいろいろできれるとやれるということなんですけれども、この一方でですね、これこそが壁になるんですよ。わかりますかね。大体メロディーが一緒だからですね、ある程度最初を把握したら、その継ぎはぎで吟は形にすることができます。その一方で、このどれも同じだなぁと認識するとですね、今度は吟じ分けるっていうのは本当に難しく感じるようになります。どの吟を吟じても同じようになってしまうんですよ。これは
本当にですね、議員始めて5年10年ぐらいの間はですね、結構その壁にぶつかっていました。とりわけ僕はですね、力強い議員が好きだったんですよ。思いっきり銀汁、もう感情豊かな感じで力強い議員をやるのが好きだったんですね、そういう私分ばっかり選ぶものだから、ますますこの銀字分けるというトレーニングをすることができなくなってしまったんですね。なので、まあ先生からもですね、いやー君の議員はですね、君の議員はなんかどれも単調でどれも同じように聞こえてしまうんだよなっていうのを言われて、でじゃあもうどうしたらいいのかっていうのを結構壁にぶつかった記憶があります。ただ、まあ、今になって振り返ってみるとですね、さすがに僕も35歳になって、そこそこ人生経験を、積んできた上でですね、この監視、詩吟と毎日向き合っていると、やはり分かってくるものがあります。まず、一番大きなところはですね、8割型メロディー一緒と言ってもですね、歌詞は全く違うんですよ。当たり前なんですけど、歌詞が全く違うんですね、普通の歌の2番目とかであれば、まあ、同じような、メロディーと同じような歌詞がですね、繰り返し出てきたりするんですけれども、まあ、詩吟においてはですね、そういうことはないんです。詩文が全然違うんですね。詩文が違ってくると、その詩文一つ一つを丁寧に、丁寧に、丁寧に吟じるとですね、それだけで結構明確な違いが現れてくるもんなんですよ。いや、当たり前じゃないかって思うんですけれども、いや、本当に僕は、あんまりいつも感覚的に吟じていた方なんで、強く、これは結構大きな発見だったんですよ。今までこの一音一音、まあどれも同じじゃないかとか、どれも頭高のアクセントじゃないかとかですね、平板じゃないかとかですね、そういうふうにくくるんじゃなくてですね、この言葉、この詩文が意味しているところ、これはどういう場所なのか、どういう自分の時なのか、そういうことをですね、考えながら、吟じれば吟じるほどですね、自然と自然と、まあ、違いというものは出てきます。あまりですね、これは、こういうふうに吟じ分けようとかっていうのを、強く思う必要もないんじゃないかなと思っています。まあ、これは全体的に悲しい銀だからちょっとそういうふうにやろうとか、これは力強い銀だからちょっと強めにやろうとか、そういう大まかな方針はいいんですけれども、これとこれを明確に吟じ分けてやろうとか、そこまで思わずにですね、本当に地に足をつけて、一音一音、一言一言、一つの節調ずつをですね、丁寧に丁寧に吟じていく。そうすると、そういう風に吟と向き合うと、自然とですね、吟じ分けが出てきます。詩文を読んでるとですね、本当に言霊と言いますか、その言葉を発した時に、自分の中にこれはどういう意味なんだろうかというのをなんかイメージとか感情が自然と体の中にインストールされてくるようになるんですね。なので素晴らしい監視であればあるほど、この口から丁寧に出すと自然とその情景が頭の中に浮かび出されてですね、それをさらに、吟じられるようになってくるという、こういう素敵な循環に、なるんだなというふうに最近特に実感しております。最近かよって思うかもしれないんですけど、なので、まあ今日はそんなにオチはないんですけれども、詩吟というものはですね、8割型メロディー同じなんですよ。なので多少やってると、いろんな吟が吟じられるようになるので、それもちょっと面白い楽しみ方なんじゃないかなと思います。真面目ではないんですけれども、正確性はあるわけじゃないんですが、そういう楽しみ方もあります。一方で、吟じ分けができないなというふうに悩まれている方はですね、あまりそこを意識するというよりは、一音一音、丁寧に丁寧に、真摯に向き合う。それが一番吟じ分けるのに、近道になるんじゃないかなと、思った次第です。ということで、こんな悩み持ってる方どれだけいらっしゃるかわからないんですけれども、参考になりましたならば幸いです。では後半、行く前に一つ、連絡ですね。8月中にこの詩吟の無料公開アドバイスというものの、応募を募集しております。ではこのメールアドレスに吟を収録して私のメールアドレスに送っていただければ、9月にこの YouTube 内でですね、無料公開アドバイスという形で無料で、ここはこうした方がいいかもしれませんねとかいう、そういうアドバイスを、やりたいと思います。他の人に吟を聞いてもらいたいなという、そういう機会ってなかなかないですからね、ぜひぜひ、活用していただければと思います。8月中は募集しております。よし、では後半一つ吟じていきます。あれ、今ページペラペラめくっていたらどっか行っちゃった。
では今日吟じるのはですね、これ僕の大好きな吟、何度も吟じているんですけれども、さっさともふさ咲くたばる坂ですね。詩文読んでいきます。雨は先方を打ち、風砂を巻く、鉱山十里両三下、僧と一血無休の恨み、馬を断橋に立てて落下を見る。ではどういった内容なのかですね。雨は激しく軍服を打ちつけるように降り、風は強く吹きすさび、砂を巻き上げている。この田原坂は見渡す限りの山川の山河の中に、人の家が 2,3 軒あるだけである。壮大な計画が挫折して、かえって無限の恨みが残った。今、馬をこの断橋、橋が寸断された断橋ですね、断橋に止めて静かに花の散るのを見ているのである。西南の駅の時の激戦区になったところですね、田原坂、あと吉地峠と言われていますけど、その字を田原坂。本当にこれ強くて、戦国絵巻のような感じで僕大好きなので、今日はノリいけるかな楽しみながら吟じたいと思います。たばる坂さっさともふさ、雨は先方打ち、風砂を巻く、高山中里いかがでしたでしょうか。今日は結構満足しましたね。いつもですね、この馬を断橋に立てて、で、ブレーキかけられないんですよ。もう、この僧と一血無休の恨み、ここでもう思いっきりやりたいようにですね、ガンガン表現した後にブレーキが効かずにですね、言葉がポンポンと出てしまうんですけれども、今回はちょっと馬王のあたり後からですね、ちょっといつも以上に、間を設けてみました。間を設けて、その間を使ってちゃんと溜めて余裕を持ってポンとドン強にというふうにやるとですね、結構お腹のコントロールが効きやすかったですね。これは僕今日は久しぶりに満足です、そんな感じですかね。本当に詩吟は大会で、吟ずるだけが全てではなくてですね、吟ずること自体が、やはり人生の糧になる、栄養になる、楽しみになる、そういうような、のも、やっぱ素敵な吟との向き合い方なんじゃないかなと思っております。では今日は以上となります。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。